こんな INTJ のためのヒント。あ、ちょっと一回、はい、皆様おはようございます。うん、おはようございます。今日は愛さんをお呼びして、二十歳ですって、うん。もういいって。あ、ネルさんも相手の気持ちはわかるけど、合わせる必要がないなと思ってしまうのがダメなところ。あ、なるほど。合わせる必要がないと思ってるんだ。合わせようと思いますよね。それが正解なんじゃないのって思うんですよ。うん、あ、僕はどうしてもやっぱ S なんですかね、この辺は。まあ、わかりますよ。なんか、それの方が得する気がするんですよ。うん。そうなんですよ、うん。寄り添ってくれよなんですよ。寄り添って、で、自分がこう、自分が自分のやりたい通りにやるためには、はい、周りをこう、周りの中でうまいことやっとかなきゃいけないですから。うまいことやらなきゃダメなんです。数字は伸びないんですよ。そう。ということで、INTJ のためのヒントが、うん、自分の考えを人と共有し、うん、フィードバックを考慮に入れてみる。このことを自分の思考プロセスの早めの段階でやるほど、そうしやすくなる。なりますよ。うん、INTJ の人、うん、って言ってるんですけど、うん、僕これ何を言ってるのか分かんないんです。うん、待ってね。あ、自分の考えを人と共有し、うん、フィードバックを考慮に入れてみる。すなわち自分の世界で閉じこもっていないで、いろんな人の意見をちゃんと取り入れようねって話なんじゃないですかね。自分はこうやって思ってますっていうのを相手に伝えましょうですよね。で、フィードバックだから、その人がどういうふうに反応するのかをフィードバック考慮してみましょう。ああ、あ、だと僕が今愛さんにフィードバックしたわけですね。フィードバックしたわけですよ。腰痛さんの時にこう言われて、うん、僕は一切もうノーセンキューってやったよって、うん、そうすると、あ、人々はこうやって感じるんだ。あ、そうですね。みたいなのが分かりますよ、みたいな。そう。で、さっきのこのネルさんも、要は相手の気持ちが分かるけど、うん、合わせる必要がないと思ってしまうのが、ダメなところ、うん。ダメっていうのか、あれですけどね。ダメなところだとは思ってないけど、うんうん、行為でやったことが、うん、あなたのその行為が、その行為として受け止められてない時があるよ。とか、まあ、行為だけじゃなくて全部ですよね。自分の考え。これはこれが正しいんだみたいなのが、それは自分だけかもしれないし、はい、まあ、周りはそう思ってないかもしれないし、だとすると確かにマジョリティかもしれない、うんあうんま、マイノリティかもしれないけど、うん、別に同じ考えだよみんな、うん、80% あなたと同じ考えだよっていうこともあるよかもしれないっていうことですもんね、うんうんうん、でそれをこうまず人に言ってみましょうってとこじゃないですか。言ってます おっと。今ここで喋ってないと多分、うん、待ってるとね、うん、あの困っちゃうんですよね、うんうんうん、これは広告に適切ではありません。あ、すみません、ごめんなさい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 。神様、グーグル様が、あ、なんで今ここで喋ってるのは気にしなくていいです。あわわわって、あわわわわって、あわわわわわわわ。どう思われます？すなわち、何でしたっけ、もともとの話が。今日は、愛さんは、あなたの意見とかを結構人にちゃんと言わない伝えない。それはちゃんと意識して伝えてるつもりではありますね。でその時、ならいいんじゃないですか。その時にこのネルさんみたいに、いや相手の気持ち分かってんだけど、まあ忘れる必要がないなって、うん、要は寄り添おうっていう気がないのか、なんていうんだろう、私の意見を言うのがいいんだって思う方なのか。あ、まあでもこれフィードバックを考慮しましょうって書いてあるんで、はいはい、相手の反応もちゃんと取り入れた方がいいですよって話ですよね。そうですね。自分の意見を言って、はい、相手の反応もちゃんと取り入れるみたいな、はい、あ、そうですね。その今はその相手の顔って言いますか、表情を見ながら一応それっぽいことは言っているんですけど、寄り添えるようなことは言ってるんですけれども、その本当に幼少期といいますか、小中学生の時はそれができていなくて、結構他の人たちがどうしてそんなこと言うのとか、鬼だ悪魔だ人でなしだ邪悪だといろいろめちゃんこう言われてしまって、特に親からそれは人としてどうなのとか、それは人として良くないよって言われた時に、あ、ダメなんだなっていうのを理解して、それで今は多少は気をつけてるつもりではあります。うん、だからフィードバックを考慮してる過去の経験をもとに。なるほど、うん、で、INTJ のためのヒント、うん、自分のアイデアを現実に起こっていることに
結びつけて考え、うん、事実や詳細を補足し、目の前の状況に活用できる方法やその影響を考えることにより自分のアイデアの価値を高めてみる、うんうん、このことについて人から情報をもらうと良い。何が書いてあるのかさっぱりわからない、まあ、N だから現実的ではないことを考えてるってことですよね。もうちょっと現実的に考えればもうちょっと良くなるよって話じゃないですか。ちゃんと使えるものに、そのアイデアがちゃんと使えるものになるよみたいな。そこまで自分勝手に動く人、この人は自分勝手というか、ごめんなさい言い方が悪かったですね、うん、空想的な想像をしてるってことですよね。要はなんかこのね、うん、要は今 S と N の違いですよね、うんうん、で S コミュニケーションにおける感覚機能のところを読むと、うんうん、この人S の人はコミュニケーション上の強みは、うん、今起こっている状況や一般的な常識を抑えている、うんうん、実際的現実的な面に意識を向ける、うん、詳細に目を向け注意を払うであって N の人はさまざまな可能性に開かれる、うん、変化を期待しその機会を作る、うん、今後起きえることに意識を向けて流れを読む、うん、とあって、うん、なんか読める人読めるけど、はい、まだ現実的ではないって話じゃないですか。この絵なんか聞いてピンとくるとこあります？そうですね。まあ多分そのアドバイスっていうのはきっと机上の空論で終わらせないでちゃんと現実問題と結びつけようねっていうことなんでしょうけど、きっと言いたいことって。どうなんでしょうね。私はそんな、そういった突拍子も突飛なことを得て何言ってんだお前って言われたことはそんなにないんですけれども、まずもって言わないのかもしれないけどね、うん、そうなんですよね。なんか基本的にやっぱ静かで控えめな感じですか？そうですね。どうしても必要な時にだけしか話さないと言いますか、必要最低限のことぐらいでいいかなっていう感じですね。で、そうで僕とのやり取りの中で、うん、要は僕が連絡するねって言って、うんうん、で僕はそこでもう、あ、もう出演の依頼をした、決まった、うん、OK っていう勘違いをしていて、うん、でそのなんていうの、僕へのあれにツイッターであげるんですね、うんうんうん、直接言えよと直接言ってよと直接言ってよと、うん、っていう、この辺はなんでだったんだろうと思って、タイプは関係ないのか、その辺は控えめなのか、まあ控えめどうなのかが分かんないんですよ、うんうんうん、このIN の問題なのか分かんないんですけど、なんとなく、はい、直接言うまでもないかなぐらいの感じじゃないですか。直接言うまでもないかな直接言うと、はい、なんか催促してる感じじゃないですか。催促するまでもないけど知りたいなぐらいのことが漏れたぐらいの感じ。そうですね。そんな感じです。その、直接言ってしまったら、その、二等兵さんだってお忙しいでしょうし、いくらその DM であっても、なんか、そんなガツガツ言ったらあんま良くないかな、というふうに思っていて、ツイッターって基本自分の思ったことをつぶやくだけですので。まあ、つぶやきですからね。でもあれ、放送ですよ、あれ。ピーン。まあ、確かに、確かに、まあ。業務連絡。業務連絡みたいな。僕がバーって流れるわけじゃないですか。でも体調から来ましたけどね。大丈夫ですかって。何事だと思って。あとは単純に他の方の意見も、まあ、もらえるかもしれないといった希望的観測も含めて。うん、なるほど。多分これが、まあ、S というか、そういったバリバリ現実のことを重視する方々からしてみれば、いや、そんな回りくどいことしないで、とっとと二等兵士に連絡しろやって思うんでしょうけれども、まずもって私はこう、全体を把握したいというか、もう少し慎重に行きたいというか、そういった感じなんですよね。そう、みんなの意見も知りたいぐらいの、これに関する。可能性それが可能性みんなはどう思うのかまで知りたい。とか、なるほど、うん、そういうことなんですかね。そういうことなんですかね。 INTV のヒント、相手がどのように感じているのか、特にフィードバックを与えるときには確認してみる。相手が感情タイプである場合は特に、修正を求めるフィードバックと肯定的なフィードバックのバランスを取る。要は、うん、INTJ の人が誰かに、
フィードバックを与えるときは、どう感じているのかを確認しなさいよ。また、その、修正してっていう、ここ直した方がいいよっていうフィードバックと、肯定的なフィードバックのバランスを取りましょうねって書いてあるんですけど。だから批判、否定。はい。と、肯定を混ぜろってことですよね。はい、批判が多いんですかね。多い？ああ、多いですね。あなたのそういうところが良くないよね。ああ、なるほど。目につくんですか、そういう人のここがみたいな。そうですね。どうしてこの部分直さないのかな、直したらもっと良くなるのになって思うことはあるんですけれども、ただ、それを言ったところで、お前何言ってんのっていう風に言われたりとか、お前ごときが車載出てくるんじゃねえっていう風にピーチクパーチク言われるのが面倒なので、大抵は言わないで終わりますね。批判でもしないって言ってますもんね。あ、でもそういうことはいい。でも思うは思うんですよね、多分。だからこうするときは、はい、肯定的なところも言いましょうって話じゃないですか。バランスを取って、ね。バランスを取って。はい、だからあなたのここはいいけど、ここちょっともうちょっと改善するといいんじゃないのとか。あ、そのぐらいの言い方なら僕聞きます。っていう、はい、ここが悪い、あなたの悪いとか、こことこことここだよねみたいな、悪いところを羅列されると、あっそう。ってなるじゃないですか。わかった、わかった。もういい。で、感情タイプの人は特に。あ、もういい。わかった。持ってない、ってなりますからね。うんうんうん、はい。だから二等兵さんすごくいいですねって。あ、本当に。おうおう、どこがいい、どこがいいって言いながら、あ、でもここちょっとなんか音が小さかったですよねとか、あ、分かった、直すわ、ありがとうみたいな感じっていう感じですかね、うん、で、まあ、おだてましょうですよね、多分。そう、感情の人、まあ、バランスバランス、うん、逆にいいとこばかり言われると、うん、ちょっと疑いも出るんですけどね、うん、あ、逆になんか悪いとこ行ってよって。うんうん。なんかそういう、なんか指摘するときこそ、おだてましょうじゃないですか。あ、そう。それだよ、それだよ。そうなんですよ。うん、それはそうなんですよ。うん、直したいところがあるんだったら、うんうんうん、直したいところだけ言われても、うん、それはそんな、閉じこもる。聞いたらんですよ、そんなの。うん、はい、うんうん。どう思います？そうですね。やはり他の方々、他のタイプの方々と比べて、私は人をあまり褒めないんでしょうね、きっと。褒めることをあまりしないんですよ。っていうのを最近知って。それで、その先ほどの二等兵さんの、まあ、あ、わい、わいっていう、そういったパターンに、つながりがちだったなーっていうのは今過去の記憶を呼び起こして考えてました。あのね、うん、火がついちゃうんですよ、こっちは。あ、バッて言われると、うん、あの、泣いちゃダメだから出るんで、俺は泣かないもんねで、火をつけて、もういいわ、うん、やるかって、うん、表出るかって、うん、俺はそんなに弱くない。そうそう、そうなるんです、そうなるんです、うん、別にそんな喧嘩売ってるんじゃないんですよ、私からしてみれば。売ってるんじゃないです、売ってるんじゃないんですよ。でも建設的な会話をもっとよりよく、この状態、悪い状態をさらによりよくしたいだけであって、別にそんな二等兵士のことが嫌いとか、そんな二等兵士ダメダメとか、そんなこと別に思ってないんです、思ってないんですけれども、なんかそういう風に捉えられがちなんですよね。悲しいな。いや、言い方なんですね、やっぱりね。言い方じゃないですか。言い方。うん、違うかな。まあ、言い方で言ったら言い方？言い方とか、まあ、まあ、内容も。まあ、よくなんか、部下を育てるみたいなやつって、そう言うじゃないですか。はい。否定ばっかりしたらダメだみたいな。絶対聞きませんよ、その、うん。こう、逆効果。はい。みたいなこと言うじゃないですか。より固くなりますよね。うんうん、